しますけれど、青田さんと話したんだけどね、はい、コマーションの間にすごいって言うんだ、みんなね、今の VTR 見て、うん、今すごいっていう言葉を使う選手はいないっていう話になってね、誰がすごいっていう、誰だと思うんだ、すごいってのえ、カンセコどなたでしょうか。崩れてしまいましたけれども崩れてしまった。それではここで一度皆様の得点を見てみたいと思います、はい、はい、すごいったらいないんじゃない。巨人と阪神ですけれどもね、どこのまま白熱しているんですよ。まずこんなゲームはないと思いますけれども、結果ですね、21対21で同点ということです。はい、あと何も計算しなかったですね。やっぱり伝統の好勝負ですよね、はい、あと2回ですので皆さん頑張ってして、逆転をしていただきたいと。野球のスコアに見立てるのってことは、あの4回の12点14点って何なんだあれ。これだけでは随分ピッチャー変わってるよね。もうその3回だからいろいろロマン、ロマンがあったんじゃないかなっていう気がしますが、さあそれでは続いて8回の攻防に行きましょうか。8回目です。ヒロタ投げさせちゃったから。ドラマチックベースボールということで、8回の攻防は巨人阪神のどちらがよりファンに夢を与えてくれるか、はい、そのドラマチックボイスベースボールのお話をいただきたいと思いますが、まあ、自慢合戦ということなんですけどね、はい、阪神チームダンカンさんからお願いしてよろしいでしょうか。あ、はいはい、ね、タイガースというチームはね、これがまたどう魅力なんですけどね、大変平気でね、5連敗6連敗するんですよ。5連敗、6連敗して、あーくそ、こんなチームと思って、もうこんなの絶対応援してやるもんかなと思うと、次ね、5連勝、6連勝するんですよ。こういう不思議な魅力が、ね、ありますね。だからやっぱりね、もう本当、惚れちゃった女と同じでね、あのダメな時は俺がついてなくちゃダメだ、強い時は俺がついてるから大丈夫なんだ。もうそういう感じのね、チームですよね。悪ですね。だからやっぱり阪神でほら21年間優勝しなかったでしょ、前は、うん、だからあの時までだから俺の友達なんかみんなね、阪神が優勝するまで結婚せんやで、こっち年取って言ったりしておりますから。こんなやつ大阪に多いのよ。多いんですよ。でも21年目でね、優勝してたから。21年目、それも阪神ファンってのはさ、自分たちが見ちゃうと負けるからわざと見ないって言ったら、だから僕の友達が、ま、あの野球中継見た時に、あの相手の攻撃を見ないで阪神の攻撃しか見ないんです。なんでか言ったら、点を取られることがないからって。それは当たり前ですよね。こっちが攻撃してるんですから。そういうやつもいますよ。でもこれが他の酒の女と同じでね、うちはそうですよ。うちはいろんなね、あの野球阪神戦やるテープ、ビデオテープ、試合全部撮るんですよ。しかも負けた試合は全部消しちゃって、そう、うん、勝った試合だけ全部撮っとくという。そう。だから大阪の阪神の居酒屋さんなんかあるでしょ。あれなんか去年なんかあんまり負けてるから、優勝した年の時の VTR 全部残したんで、それを毎試合流したもん。よくありましたからね。これはほんまの話で。どうしてそこまでこだわるんでしょうね。好きだから。いっぺん惚れたらな。だからね、負け方も可愛いんですよ。昔ね、中日に松本というのって、ヤクルトに安田。カジマいるのって、ヤクルトの安田なんかヘロヘロのピッチャーやのに、ね、試合時間が1時間半とかね、そうそうそう、遠いとかね、藤井とかね、藤田平3球でチェンジとかね、そう、アナウンサーがツーアウトになりましたって。いや、ほんまにあったほんでね、ほんでもこんな弱いチーム嫌や言うたら、あくる日田淵が満塁ホームラン打ったりね、松岡弘からエースは打つのに、なんでそのくっさい、その松本とかね、だからね、安田とかね、ヤクルトの安田とか、ホームまで投げるのがやっとの左で、うん、ヘロヘロって言っちゃうよ。そう、こう、ほやみたら草野球チームでも打てそうやね、うん、安田とか鹿島なんか、鹿島なんか、ところがあの二人に妙になんかしなきゃ負けたら、うん、そう、でまた藤田平でもワンアウト三塁やのにサードフライ打ったりね、外野フライ打ったりと、ところが松岡弘とか、速球派、浅野とか、うん、そう、あの星野千一なんか来たら打つんですよ。一戦球ちゃんと打てるの、二戦球の左ピッチャーに非常に弱かったりとかね、そんなんがあるんですよ。ちゃんとファンで離れていかないようにポイントを抑えてるんですよ。ところがね、阪神といううちまたあの体質的に生え抜きの選手をね、そうそうそう、妙に外へ出してしまうという。これがまた僕らが好きやった田淵さんを簡単に出してしまったとかね、そう、江夏さんと揉めてみたりとか、なんでやと思うの多いの、よく話題になります。あれバースを首切ったりね、だから田淵さんなんか一時期あるんですよ、南海電車2両と交換するとか噂があったからトレードで。だけど大阪にいる他
他の球団いっぱいあるじゃないですか、ええ、その中でもどうして阪神なんでしょうか。いやだからね、これはね、あの生まれた時にね、大阪だけ流れるサンテレビいうテレビがありましてね、これは後藤次郎いう解説者でね、これは試合終了までやってくれまんねん、これサービスよろしいね、これだからチックチックから最後まで試合見れるの阪神だけなんよ。ほんで試合勝ったらね、11時でも放送してまんねん、ビデオテープ何回も流して、だから本当に他のとこは全部ニュースとかやってる時にずっとビデオテープとか何回も繰り返してプレビューばっかり戻して、いや今日は強かった、今日は強かったって言ってね、ほんで負けたらね、終わった瞬間にさよならで、このこっちの三振の顔でさよならって大谷のサンテレビほんまに、ほんまに。この後藤さんというその解説者の人がタイガースをやった時に再会議したみたいな、そう、誰もね、ヤジ飛ばしません。そう、仏の、ね、後藤次男さんは我々の神ですよ、仏の熊さんって言われてて、他のチームがエキサイティングベースボールだとか、その、ね、上げるわけですよ、掲げるわけです、のクリーンベースボール、その時みんな仲良くというね、そうそうそうなんですよ、エナントのために話すよ、うちは走らんでええぞ、そうそうそう、お腹出てもええねん、さっきそこだほんでまたこの熊さんの時キャンプ行って、キャンプレポート行ったんですよ、僕行った僕行った行った、熊さんがとりあえず楽しかったらいいじゃないですか、いやそういう問題やなくていいのな、そう、僕ね、秋にキャンプに行った時に、はい、熊さんにね、今年タイガースどうですか見ててやったら、よくて最下位かな、ちょっと待ってください、よくて最下位ってどういうことですかって言ったら、下手すると身売りがあるなそうそう、だから熊さん言ったほんで、その時に熊さん言ったら、すごいぞ、わしはな、選手は大人や、選手の実践に任せねえ、任せたら別手やったじゃあでもね、その後藤さんの悪口を言う阪神ファンはいない、いないですよ、僕ら今こんなこと言いますけどね、熊さんすっごい好きですよ、昔ね、熊さんの虎情報を言うてね、若手浮かんできたんですよ、この時の後ろで俺らがね、いやーピースサインしても怒らないんですよ、あの時、あの時、言うてだから東京で言ったら、いい人ですね、東京、あの、東京で言ったら関根潤三さん、あ、そうそう、それ近いです、後藤次男さんって名選手だったんですよ、だからね、皆さんね、大阪でね、阪神ファンなんでっていう人おるけどね、僕ら生まれた時から阪神しか見てなかったんです、そう、サンテレビのおかげで知らなかったって、いや、近鉄も何回も阪神持ったけど、あるけど阪神なんだ、阪神阪神よりでもずっと見てますもん、ね、あとね、阪神の選手とまあ監督とか首脳陣が仲悪くなったりとか、選手同士で仲悪くなったりとか結構あるじゃないですか、はい、そういう時外から見ててどんな感じなの、それが当たり前なんですよ、当たり前で見ることが、いやね、大阪ってそれをまた楽しんでね、ドラマチックなんですよ、だから大阪ってのはね、あの人情がっていうかね、面白みがあってね、僕ら大阪の地方だって僕らが合うもんね、だからいいんですよ、だからエナツなんて監督の言うこと聞かないから魅力あるんです、そう、だからこそ自分で実力を持ってそれを抑えられる、監督でもそうでしょ、4番外されたからやめると、やめると、ね、なんとかアホやからやめてるとかね、うん、あのすいません、亀山さんと若林さんの発言が全然ないんですけど、なんかどうですかね、この話が古くて分かりませんあ、そうですか、でだって僕は44年生まれでしょ、ごめんなさい、いくつなんですか、僕は22です、22ですよ、で最近の話をしてても、え、ちょっと待ってください、お顔が老けてますよね、お兄さんが22歳さっき紹介したのかな、慶応6年の生まれでもね、自衛隊と一緒に行ってたんだから阪神タイガースのね、はい、いいところと昔はミサイル打線でダイマイとかあったでしょ、守りとね、それからね、あの打線でニックネームがついた阪神だけなの、初めはダイナマイト打線っていうのがあったでしょ、今言うてる影浦とか藤村、それはダイナマイト打線、はい、それとね、やっぱり日本一っていうのはね、100万ドルの内野陣ですよ、玉田、吉田、三宅、これは日本じゃん、知らん、ちょっとこれは日本じゃん、いや、吉田は知ってるわ、ちょっとわかんないんですけど、それはね、それはね、土井と広岡と長嶋かかってとてもかなわないよ、これは100万ドル内野陣って言ったよ、守りにもね、打つ方もニックネームはついたの阪神だけなの、鎌田ってあの背番号41の、そうそうそう、よくご存知ですね、こうやって打つんです、オープンスタンスでね、そうそうそう、そうねって打てるんですか、鎌田すごいよ、鎌田は、これはもう全日本の一員やな、鎌田は鎌田そうでしょ、そうそう、全日本一員、でもその話になるとよっぽどあの神山さんなんて通じないと思うんですけれども、はい、神山さん、阪神ファンはなんでそのどこにドラマティックを感じてファンになってるっていうか、やっぱり僕もあの大阪生まれなんで、必然的に日生球場とね、あの南海の大阪球場は乗り換えしなきゃいけなかったんでね、阪神甲子園が一番楽だったんですよ、大阪人が阪神のファンじゃいけないって、もう洗礼でクリスチャンになるみたいでさ、そうですよ、ちょっとこれ儀式なんだよね、やっぱね、あの関西のある球場の中でね、甲子園だけですよ、外野で焚き火しなかったんは、
日生球場を寒くて卓球したんですよ、みんな。危険がなかった、子供が見に行ってそんなに。その頃、阪神から見て東京の巨人軍とはどう見えました、子供心に。いや、なんかおしゃれすぎたよな、なんか。だって後楽園球場なんてやっぱりすごいですよ。すごいです。宝塚かなと思ってました。お前を話しじゃあ、やっぱりほら、テレビ中継のね、全国ネットでね。そう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 。あの誰あの当時のアナウンサー、落合アナウンサーいうのがおったんですよ。あ、落合さん、野球を知って、後楽園球場でございます。あれ聞いたらもう、うわ、おいらには入れん世界や。そうそう、なんか遠い球場やったから。そう、すごい別の世界だったから。別の世界、埼玉でね、阪神ファンで結構いじめられましたよね。ねえ、埼玉で阪神ファンですもん。もうみんなジャイアンツですからね。これでね、まずいことにね、僕の誕生日がね、1月3日なんですよ。そうすると1というともちろん王貞治でしょ、で3つは長嶋さん、長嶋茂雄でしょ、で阪神ファンだって言ってますけど、はい、これがジャイアンツファンにバレたらどうしようと思って汗ガクガクですよ、勝ち通して隠れ不安で、あ、そうです、失礼だったんです、ね、しかし今子供の世界でジャイアンツ帽子かぶってるとさ、みんなダサいダサいってさ、やっぱりあのヤクルトとかさ西武のあれなんだね、だからもう巨人ファンってのは申し訳ないけどすごい減ってますね、今ヤクルトか激減、結構長嶋監督になったらまた戻るんじゃないですか、いや、絶対戻りますよ、戻るしかないのよ、本当はね、うん、やってもらいたいのよ、ただ本人がやっぱりね、それきね、気持ちありますからね、まあ一方その巨人のドラマティックというところなんですけど、今度は井出さんから唇を切っていただきましょうか、はい、僕の場合は、なんで巨人ファンかっていうと九州ですから、九州ね、で九州で巨人ファン以外と西鉄ファンしかいないわけですよ。福岡は西鉄。そう、あと巨人ファンでね。で、野球場に来るでしょ。と、9割5分ぐらいはジャイアンツファンなんですよ。ジャイアンツファン。で、なんで、で外野席みんな座るわけなんですけど、ライトでもレフトでもどっちでもよかったんですよ。ライトだったら王のホームランが取れるじゃないですか。レフトだったら長嶋のホームランが取れると。あ、そうか。だから、どっちでもよかった。どっちに座ってもよかったの。今だったらライト、レフトでも完全に分かれて、ね、なかなか思い切って応援できないじゃん。あの頃はもう両方とも周りが全部巨人ファンだから、治療をしてもらった。でも相手チームかわいそうですよね、その中で試合をするっていうのは。いたのかなと思うぐらい少なかったし、マジで。そこになんかドラマというか、それで育っているから思い込みが。そう、もう巨人、巨人、巨人。これだからね、あのニューヨーク、ヤンキースと同じなんだよね。いわゆるだからマントル、マリス、うん、その前はベーブ・ルース、ゲーリックっていうのがあって、それがレフトとライトってなってる、やっぱりそのね、そういうとこから行くっていう、やっぱりジャイアンツというのは球界ナンバーワンだっていうのがあったり、うちの親父がね、まだもう熱狂的なジャイアンツファンだから、うん、だからあの数字をね、小さい頃数字を覚えさせても3しか分かんなかったですよ。お前何バカよ、それさ、どんな親父なんだ、その親父だよ、知らないじゃん、これがちょっとオーバーだ、本当だって。でも1と3はね、そうそう、2はどうすんだじゃよ、結構ね、2その歴史があるってのは、ほらいわゆる巨人阪神戦の天覧試合ってあったじゃん、で天覧試合の時に王がホームラン打って、その後に長嶋がサヨナラホームラン打ったんだけど、これが ON の初のアベックホームランなんですよ。今までそういうようなね、ドラマチックなところってのは結構。それでね、今までね、昭和天皇はね、お相撲が大好きでね、野球見なかったんですよ。初めてのあれですよね、天覧試合で村山さん。天覧試合でした時に説明したのがパリーグ会長の中澤さんなんですよ。中澤富士雄さんがいて、隣にいたのが伊藤和夫さんだけどね、そんなことはどうでもいい。あの時ホームランは中島さん2本打ったでしょ、2本打ってる。で、ご本人から聞くと、1本目はバーッと振ったらホームランだった、2本目は狙ったって言うんですよ。で、狙って打ったから痺れちゃって、気持ちがボーンと打ってセカンドベースを回りながら、ふっと見たらそこのお席にですね、陛下がこうにっこりして手を振って、皇后陛下が手を挙げてるところのまだ映像が自分の頭に入ってるって言うんですよ。本人としても痺れてるわけですよね、狙って打ったホームラン。青田さんに質問したいんですけど、この間村山さんにお会いしたらね、あれはファールや言うて、2本目ね、あれどうなんですか、ほんまは。あのね、まあそれファールかね、あのフェアか、それはどちらでもいいの。はいね、はい、あれは僕はね、あのアンパイアがね、あそこでね、その村山もそんな言っちゃダメよ、打たれてもいいのよ、あそこでね、やっぱりフェアかファールか知らないけども、うん、ファールだってもあそこでホームランだと判定したらアンパイアは僕は立派だと思う。やっぱり巨人阪神の伝統のゲームでね、はい、あそこで劇的なものをね、あれファールって意味ないよ、 あれは本当にホームランなんて、阪神ファンには申し訳ないけど、あれが本当にきっかけで野球というものがまたぐわーっと人気が上がった。そのやっぱり立役さんはやっぱり阪神の村山じゃない。
なるほど。こっちはやっぱり長島じゃない、うん、それを村山はいつまでもあれがファールファール言っとっちゃダメよ。そんな小さい子が肌じゃダメよ。いやね、でね、それから最後 の V9 の年ってあったじゃない、うん、V9 の年最後に最終戦で阪神が優勝決まったんだけど、はい、その前に阪神は勝てるチャンスがあった10対0かなんかになってたわけですよ、はい、じゃあ後楽園で6-0ですよ、6-0から追いついて10対10の同点になって、はい、でジャイアンツはピッチャーがいなくなっちゃった、はい、で最後誰にしようかなって言った時にその阪神に行った小林に最後に投げさせた、9回の裏ね、で小林が抑えて、で10対10の引き分けになって、で最終戦に持ち込む時にジャイアンツは名古屋球場で中日と阪神がやってて星野が投げてて勝たしてやろうかなと思ったら阪神の選手がガチガチになって打てないところをちょうど新幹線で名古屋球場の前バーッと取ってったわけよ。本当なの？これは本当なの？本当？本当？そうだ。スカーボードの横に新幹線が通るんですか？嘘をしてどうするんだよ。俺はそれで命かけてるか？それが最終戦。どうだよお前。それが最終戦。中日球場でな、上田を先発さしとりゃ優勝やったんや。そうや。あれはでもまあエラスで勝たしたいですって。そうやった。とにかくそこ新幹線が通った通ったその窓にねジャイアンツの YG のオレンジの旗がピターッと動いた。それを柴田のバカ野郎が持ったわけだ。バカ野郎じゃないだろ。いやそういうことするからポーカーで捕まるんだよ。東京駅から出て名古屋球場の見てごらんさい、あそこはねダウン、あのスピードダウンするからこうやって見えるからスコアボールとか、うん、そうもうすれ線でやりますね。最終戦になったわけで、最終戦になってあのジャイアンツが大勝ちになった時に、ジャイアンツが甲子園で優勝が決まった時に阪神ファンが憎いってみんなが降りてきちゃったわけよ。もうで王が殴られたりなんかして、あの時に王選手はグラブも取られたのよ。暴力はいけません、ほんまに。あれは本当にすいません。で結構その辺のドラマチックなところがある。でも米杉さん一つあの反抗していいでしょうか。その阪神ファンも王さんがあのベーブ・ルースかな記録抜いた時は阪神ファンが甲子園球場王さんに花束持って行ったんですよ。その時で僕ら拍手しました。そういう阪神ファンが好きなんです。だからね、巨人阪神ってもともと仲良くて ねちゃんと協力する時は協力してる。あの江川さんが巨人入った時はちゃんとうまく協力したでしょ、うん、あれもあれもそうね。あれはまあ、あれね、でも結果的にうまくやった。巨人阪神って結構ドラマチックなのは田淵がやっぱりあの阪神に入った時、はいはい、本当はジャイアンツか意外あれは今だからなんですよ。道役がやっぱりあった。あの時に堀内とのトレードっていうのがほとんど決まってたのよ。堀内とのトレードがほとんど決まってたんだけど、それがならずになって田淵はだからジャイアンツ戦だけは燃えてホームランを打って、それも堀内から必ずホームラン打ってたんですよ。打ってました。そういうねドラマがあるわけ。しかしこういうドラマチックな野球の世界もね、だから青さんが聞いたんだけど、昔はプロ野球の選手で恥ずかしい思いをしたことは君たち知ってる？知らない？どんなん？いやつまりそのスポーツでお金を取るってことで一位を発表するわけで、それ自体もあったわけなんでね。あれ明治の野口なんか除名になってますよね。いやあの東門クラブとか駿台クラブとかね、三田クラブ全部除名ですよ大学は。あの時に応援団長は島岡さんだったんだ。うん、だあの女性とか子供さんは見た無料だからね、宣伝は。あ、そうですか。うん、そうだった。だからもう堂々と入れたの。女性はもう無料だから。管理丸乗ってますからね。管理丸さん。田中さんだからね、その新幹線で通った年にね、勝率で負けたでしょ。だから僕がさっき言った黒江のセンターフライを池田が転びへんかったら阪神が優勝やったの。そうそう。あのさん何で転んだよ。そうそうそう。あれどうしちゃったんでしょう。あれ受けてなったのか。芝居にだからスパイクを引っ掛けたんですよ。あんまりやっぱ緊張っていうか、その時のピッチャーが江夏、ほんで次の1週間後の試合で江夏が投げてる時に池田がサヨナラホームラン打ってね、これで江夏への借りを1つだけ返しましたと。そういうなんかね、いいな。選手自身もね、一番いけないのはやっぱりこれだけ思い出して解雇じゃいけないのよ。やっぱ来シーズンさ、ジャイアンツも阪神も強い。やっぱり巨人阪神戦を見たいという切符が今余ってるけど、余らないに売れなきゃいけないために我々は夜中もやってんだよ。でも甲子園で売れてるらしいよ。甲子園取れませんよ。甲子園切符取れないですよ今。取れないですよ。はい。あの年だったから、エナツのノーヒットノーラン、サヨナラホームラン。バーン。どうしたんですか？エナツさんの言ってる。阪神中日戦8月の30日です。そうです。私は甲子園球場におりました、はい、延長11回ノーヒットノーランをずっと続けて0対0。さあバッターは江夏、そしてピッチャー中日のピッチャーが第1球を投げた、打った、ライトへ伸びる伸びる伸びる、右中間ライトへ、ライトへ江夏が入った、ホームラン。自分でノーヒットノーラン、自分でサヨナラホームラン。江夏今バウンドギャンバ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 ン
一言言いました。はい、ああ、野球は一人でも勝てるんや。それ言っちゃったからだな。と思うんですよ。すごい、ね、なつさんならではですよね。え、それも9回ノーヒットノーランですごいのに11回よ。すごい。でね、王を敬遠せ言うてもね、敬遠しないんですよ。監督命令無視。それだけすごい江夏がですよ、引退試合が草野球場のチームでやったってのはかわいそうじゃないですか。それはね、それはね、阪神が悲しいところなんですよ。それはね、僕らでも阪神球団首脳に怒りを見せてますよ、今。そうよ、いつかね、見返したろう思って。これは江夏田淵、阪神がもしやんないんだったら、気候側がどうにかしてコミッショナーとかね、考えてやるべきですよ。僕らはあれ主催したのはナンバーですよ、ね、そうナンバーがやってね、あれはちょっとエナと、エナと田淵の辞めさせ方と掛布のあの辞めさせ方、バースの踏み切り、これはね、阪神ファンね、奥底にこの怨念、犬神家の一族ですよ、これは。こっちだってありますよ、長嶋さんの退任劇だって。長嶋はね、俺は犬神家だよ。あれだけは犬神家新聞としても許せない。犬神家は許せないでしょ。そう、あの時久保さんわざと負けてくれたんじゃない。でもね、広島球場でね、そうそう、いや3対1で勝ってたのにね、わざとあの池谷温存して来たべっ子投げて、そうや、あの時なんだよ、ジョンソンが大きなことあって。とりあえずお伝えください。私はファンやないよ、お宅やで。ほとんどお宅の駅に入ってますけど、学校休んでもその阪神、野球のそのドラマティックな部分、まあ歴史も含めて青田さんからお話いただきましたけれども、いや、あの野球の話は何歩でもあるから、それは朝の晩まであるやろ。時間に制限はございますけど、いくらでも、はい、じゃあ特典の方を出させていただきたいと思います。はい、ここは難しいな。いやいや、それ阪神やった。もう阪神やった。さあ、平野、もう阪神やった。これはね、上昇巨人だっただけにドラマってのは少ないのよ、ジャイアンツの。上昇巨人は勝つ宿命にあった。だからこれはもう認めますよ、阪神の方が。それはいろんなドラマありますよ。それでもないんだ。私はそのドラマのことを逆に知らないことが多いんですけど、ジャイアンツのドラマってのはダーティーなドラマしかないのよ。江川、あのね、田淵、それから桑田、古くから言うと別所、みんなそんなダーティーなことしかない。阪神はね、そういうことよりもね、一番大きなことを逃がしてね、52年にルールブックをもっと勉強しなさいということがあったの。広島でね、2対1か知らず負けてるんだよ。その時ノーアウトフルベースでね、広島の攻撃で、北別府が誰か、外側はセカンドゴロ打った、はい、それをセカンドが取って向けに投げたわけで、ミルクのマーク万歳していった。その時はね、インターフェアだからボールデッドなんだ。それをね、阪神とルールがわからないから1点入れられて2-3でやって、そのゲーム負けてるわけ。ルール違反だから、そのゲーム阪神が負けたら再試合なんだよ。提訴が言うとったら、そのゲームを勝ってたら巨人に、そのゲーム最後の 0.5 で巨人が勝ったわけ、広島に。逆転になってるわけ。だからルールブックもっと覚えなさいってね。そういうことなんだ、岡山で。調べてもらえ、52年にあるはずや。俺らに言われたってな。それ言われたってな。その通りですわ。まあ今、ドラマの部分が大阪で。おまけなチームだ。僕らと見てて、なんでこんなことやらなかったの。伺いましたけれども、私、巨人もその阪神もいろいろドラマはあったんじゃないかなと思いますけど、今すごい良かったのは、話してる人たちのね、ゲストの顔の方にドラマがあるような気がしました。ここでお知らせを挟みましょう。ドラマがあるいよいよ終盤を迎えて、最後になりました。9回の表と裏、9回の攻防になりました。さあ、一気に逆転も可能ということです。皆さん頑張って逆転チャンスを狙っていただきたいと思います。9回目の、ゲームはどういう内容でしょうか。はい、9回目のゲームはこれです。野球は2アウトからということでですね、このゲームはボール入れなんですけれども、相手チームの2人がボードを持ってますけれども、このボードは中央に穴が開いています。そこの中にですね、そこの中にボールを投げ込みまして多く入れたチームが勝ちです。はい、その、ボードを持っています相手チームの2人は、そのボードの前は歩き回ることも可能です。いいですか。妨害可能ですね。真ん中の穴にボールを入れるんですけれども、ちょっと見せていただきましょうか。試しに、はい、敵のチームの2人がそのボードを持っています。はい、そしてその敵の、チームの2人は
前を横切ってもいいということです、まあ、ストライクゾーンを狙うっていうようなことだと思っていただいて、ね、邪魔が入るということですね、はい、お邪魔してもいいんですよね、はい、そうですね、さあその入れたボールの数が得点になります。最後ですからそれで点数を稼いでいただきたい。我々の今までの熱弁は何だったんですか。単なるつかみと思ってたらしければ長い時間に長い時間に長い時間にこれからが本番ということで一つ頑張って本番最初からこれやっといてもいいですね。そうですね、失礼しました。最後に体力を使って朝の4時だ4時、はい、なかなか引っ張っていただきましたありがとうございます。さあそれでは、お願いいたしましょう。まずは阪神の攻撃、どうぞどうぞ、顔めがけて投げてもらいます。ピッチャーエナツの守りからです。ピッチャーエナツ、ピッチャーエナツ、全員一緒に、全員一緒に、え、一人ずつでしょ、一人ずつですね、一人10個あって、じゃあ数えてればいいのかい、全員で、僕は今日このために来ましたからね、喋れないから。皆様にも本当にお付き合いいただきまして、まあ、真夜中の巨人阪神戦というものを、そうです、朝起きる時間ですよ。そうなんですよね。
まあ頑張っていただいたわけなんですけど、ここで結果発表をしたいと思います。さあ得点ボードの方を見ていただきましょう。阪神巨人、最初は阪神好調、途中で巨人が逆転して阪神が勝っていたんですが、先ほどの8対14結果は32対35巨人の勝ちです。優勝したチーム代表して青田さんにトロフィーを差し上げたいと思います。平野さんお願いします。おめでとうございます。さて、そしてもう一つ素晴らしい豪華副賞がございます。はい、豪華こちらですね、目録で、いただきましょう。こちらです。プレステージ特製ライター1年分を差し上げたいと思います。あげる。どうぞお持ち帰りください。それね、裏を見ましたね。だってこれテレビタックルって書いてあるの。それはね、裏を見なかったんですよ。それはなんか1個で2個おいしいみたいな。失礼な、どうぞお持ち帰りくださいませ。じゃあ今度ロシア行くから持っていく。ロシアで打ち合わせされて向こうでは高くて売れるそうでございます。さて、まあ結果として巨人が優勝という形でね、今回お届けしたわけなんですけど、まあ一言ずつゲストの皆様に、まあ自分の思い入れも含めて今年の巨人、そして阪神の成績への期待も含めて、そうですね、一言いただきたいと思います。まずはじゃあ、そうですね、一番巨人側からいきましょうか。はい、じゃあ端から一人ずつお願いします。小谷さん、今年のまた聞いてなかったか、聞いてませんでしたでしょう。巨人の小谷さん、あの分析ですか。いや、何でもおっしゃりたいこと結構でございます。自民党に入社試験なかったんだろう。まあね、まあ今年はちょっと優勝は難しいかなっていう感じですけども、まあ若手がね、いろいろ元木選手とか、まあ若い伊藤選手とかね、四条選手とか、今日も2安打打ちましたけど、若手がまあ徐々に伸びてきてるんじゃないかと、これは来年にね、つながるようなね、活躍をこれからしてもらいたいなと思ってます。なるほど。小谷さん、の新聞の売れ行きはどんな感じですか最近。どうですかね、よく僕営業の方じゃないんでよくわかんないんですけど、巨人が負けたら今売れるの。あ、巨人の記事書かなかったら放置新聞売れ出したのらしいですね。うん、お相撲と出会いんでね、えらいもんで、大変なもんでしょ。あのファンのためにもね、すごくいい記事期待したいと思います。これからも今日どうもありがとうございました。あまり書かせてくれないんだもん。この巨人の記事ってこんなんだもん。ちっちゃくなっちゃう。でもちっちゃくてもね、そこになんか凝縮した記事が内容があると私は嬉しいなと思いますけれども、井出さん、はい、今巨人離れって言われてますけど、うん、もう野球全体がね離れてると思うんですよ。だって小学生サッカーばっかりやってるでしょ。だからもっとね、野球の面白さをね、もっと大人たちが教えてあげなきゃいけないと思うんですよね。ほんでさっき米助さんが、長嶋さんは永久に監督にならないでほしいって言うんだけど、僕は逆に永久監督として、そう、うまい、ね、ジャイアンツにいてほしいなと。お前まで屈折してるよ、米助。どうもありがとうございました。ありがとうございました。その野球の視聴率自体は低迷してるらしいんですけれども、観客動員数はかなり上向きということなんですよ ね、 というのは今までは一極集中、まあ1チーム集中とか2チーム集中だったのが、みんなバラバラになってきた、最近はね、ということですよ ね、 ね、応援してらっしゃること多いですもん、ね。さあ、米助さん、今日はたくさんの知識を披露していただきましたが、今年はジャイアンツは最下位でいいです。その代わり全て海を出し切って、で、来シーズンに向けてというのは、選手だけではなく、そのフロントがしっかりして本腰を入れないといけないということで、今年のタイガース見れば分かるように、ああいうふうにですね、若手が伸びてくれば面白い野球が見られるということでありますから、今年は本当に、A クラスにならないでください。 A クラスになるとまたこれでいいだろうということになって海が出ませんから、最下位になって本当に海を出し切って、来年は優勝を勝ち取りましょう。ありがとうございました。すごい意気込みも感じましたけれどもね。ただとにかく今日はもう本当にその知識の多さに驚きました。脱帽です。今日はありがとうございました。さあ、それでは続いて千田さん。はい、昭和30年代の日本の高度経済成長期に巨人は強かったんですね。今景気悪いでしょ。本当に日銀の宮野さん、なんとかしてくださいよ。こういう時やっぱり巨人もダメなんですね。ですからですね、巨人が今海を出していましたけども、僕はそういうことで何よりももっともっとやっぱり野球をもっと好きな子供を増やす、そのためにやっぱりキャッチボールする場所をもっともっと増やしてあげなければいけないと思いますね。長嶋さんも王さんもキャッチボールが野球を覚えたと聞いてますけども、ともかく阪神の持ってるあの
なんとかしぶとさというか、紆余曲折、あんなに苦労した苦節何十年の苦労を我々巨人軍ファンとしてもやっぱり覚えるべきだと思います。そのいいチャンスです。今までどうしても純粋培養の巨人軍でしたけども、僕はこれからの巨人軍大好きですから、もっともっと負けて負け慣れをして、その上で勝つというこういう巨人軍であってほしいと思います。そして長嶋茂雄さん、この時間も見てないと思いますけども、いつの日かぜひ巨人軍の監督として再開振ってください。今日はどうも巨人軍ファンの皆さん、ありがとうございました。どうもありがとうございます。長嶋さん、もしテレビ見てたら喜んだでしょうね。ね、早くして見ちゃう。もうちょっとしたら起きるんだけど。はい、では青田さん、今日いろいろと、ね、やっぱり巨人阪神ということでね、今年は非常に阪神が頑張ってるんで、まあなんとか僕らいろいろ談官と嫌み言いますけどね、やっぱり阪神が優勝してくれた方がいいんじゃないかということで、他のチームが優勝するんだったらやっぱ阪神がいいんじゃないかな。巨人もね、やっぱり来年はね、やっぱりこのどういうかな、来年から出発を新しくすると思いますからね。今年は阪神応援しますからね、頑張ってね。よっ、ありがとうございます。まあ、心強いですね。青田さんね、今阪神にエールを送られましたけど、その端的におっしゃって、その巨人軍がこんな弱くなったのは何が一番の原因ですか？20年間のあれでしょうね、おごりでしょう。僕はおごりとね、油断だと思いますね。これが一番大きいと思う。これからはその一つのね、やっぱり過程ですからね、来年からガラッと変わったものが出てくると思いますよ。ただまあ、そのおごり高ぶりの芝居、はい、おごりは本当におごる平家は久しからず、ちょっと久し過ぎたけどね、過ぎちゃって、なるほどね。野球のナンバーワンというのが自分の球場を持ってないというのは、こんなおかしいことないからね。そう言われてるからね、本当に。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、そして阪神側、若林さんからいきましょうか。はい、まあ、今年は本当に60年以来のね、優勝を狙える年だと思いますし、その皆さんが今日いろいろ話盛り上がってました、その昔のスターの方たちみたいなに、今年の選手もね、どんどんなって、新しいその伝説みたいなのをね、作ってくれる年になったらいいなと思います。なるほど、どうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。亀さん、私ですか。はい、やっと喋る気がします。4時になって、ごめんなさいね、今日。そうですね、やっぱりね、僕はね、今日のこのゲームの中でね、ゲームっていうか、いろんな話の中で若手としてあんまり塁に出れなかったっていう、それだと思うんですよ。でも今のタイガースっていうのはね、若手っていう新メンバーがどんどん前に出てるんで、お兄さんも含めて、はい、では今日のゲームはね、ジャイアンツさんに負けちゃったんだけども、ペナントはタイガースがいただきます。はい、ということで、なんかすごい信憑性に満ちてたような気がしますけれども ね、今日どうも身内にいらっしゃるだけに、お兄様とも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そしてどうでしょうか、北野さん。いや、まあとりあえず今年は久しぶりに優勝を狙えると思っておりますので。あ、ほんまにほんまに、今年はまだでもずっと行くと思いますか。いや、あのね、8月の半ばぐらいまで3位ぐらいに追ってくれたらいいんです。そうすると勝手にね、息切れして落ちてくれると思います。そんなにちゃんと戦っていけたら、うん、貯めておいてね、うん、だから高校野球やった時の白のほど言いますけども、うん、あれは多分ちょっと乗り5分ぐらいで乗り越えたら阪神行くんじゃないかなと今年は思います。そこまで1位2位がヤクルトだとか中日だと結構戦いやすいんですよ。あそこのチームはピッチャーがいないですから、連敗必ずありますから。だから広島がちょっと、広島だと野球うまいし連敗ないしというね、広島が上にいるとじわじわと気がついたら7ゲームとか離れてるっていうのがあるんですよ。ジャイアンツに食われたチームが脱落していくから、だからジャイアンツがネックだから、ね、だからジャイアンツにやられたとこが負けるから、なるべくタイガースにジャイアンツが負けますからお願いします。一つよろしくどうください、まあ、とりあえずピッチャーのローテーションも久しぶりに確立しましたしね、今年はマジに優勝狙うんじゃないかと思って、まあ、大阪